上島氏から1919 19年は、明治時代の札幌開拓者。品野国巣は藩出身。江戸に出て商家に奉公し、行商人、測量士を経て、北海道に渡り、札幌で、初めて水田稲作に成功。東札ま園で、花あやめ等の栽培を行った。旧、南正氏の村の図店舗9年5月15日。品野国巣は軍。 南正氏の村に、諏訪半部新奉行、上島公衛門の子として生まれた。幼名は、元吉で、家督相続後、生徒を改めた。9歳から17歳まで生の同家神子に書画を学び、画家を志したが、画家は再退できないと父に言われ、断念した。安政2年父の命で、江戸に出て、森日中上屋敷富三木衛門の七方に奉公したが、半年後、 武家社会を見限り、町屋に奉公した。商家として独立しようとするも、父の反対に遭い、慶応元年へと、大阪間の行商を営み、稼ぎが減ると企業して、農業、商業を営み、園芸をたしなんだ。1874年基礎改正に応じて測量士となり、東京金傍、相模国地支山、小田原を測量した。この時、 札幌本堂の工事に関わったという弟子から、北海道の事情を聞き、興味を持った。開拓小屋の建設百8 7 7年1月、一旦帰京し、横浜、小木の浜、気仙沼、青森、函館、小樽を経て、札幌区浦川通り、高橋亀次郎方を拠点に工作地を探し、札幌村、東港の土地を見定めた。亀次郎に月の土地を借り、 開拓死が不可能としていた水田稲作に成功すると12月帰郷して財産を処分し東京で家族を引き連れ1878年6月投稿に定着した1882年長野県東地区間郡双子村出身の牛山民吉が設立した改正会社と契約しウエスに帰郷して開婚者を募ったが契約は決裂し単独で 長野県から10名余り、東京から20名余りの開拓団を連れ帰った。当初集中を計画していたが、札幌県から土地を得られず、竹井壮像、伊藤正五郎、竹井宗大衛門は、札幌村、地の鶴像は、岡玉村、伊藤磯八は、円山村、宮坂坂倉、浜駅吉は、琴都に村、花岡竹吉、金子半蔵、五丁万太、中沢金三郎、 加西雄三、小池海一郎は、月寒、篠野村、厚別島へと入植し、上島の稲作法を継承した。諏訪神社この時、諏訪神社から分娩、なぎ釜を譲り受けて、邸内の祠に誕生し、後に、札幌諏訪神社とした。安ずまさつき園での上島忠氏稲作開始と同時に、臨地の払い下げを受け、東京府、 堀切村武蔵や滝蔵から得た花あやめの栽培を試みたが、なかなか結実しなかった。1880年と夜平完前邸の造園を手伝った際、設計者、ルイス・ベーマーの地具を得、その助言に従い人口後輩を研究し、成功した。1884年札幌県令図書広下家、工業局長、長谷部時津らの訪問を受け、その勧めで、 東公園として、無料公開した。後に、他の住人にはばかり東ずまさつき園と解消したが、さつきを植えた記録はなく、由来は不明である。園内では、カイノ国出身のダルマや望が、団子等を販売した。その後、横浜アイザックバンデング商会から、釈薬、ドイツスズランベンゴニアグラジオラスダーリア等を取り寄せて、栽培し、ベーマー商会を通じて、 花あやめの輸出にも乗り出した。1911年開業した札北馬車軌道には、あずま札岐園前停留所が置かれた。晩年は、新川添え二番地天使病院のフランス人修道所に、看護を受け、1919年死去した。あずま札岐園は1945年頃まで存在し、現在の北11条東1丁目にあたるが、王子の面影は見られない。 上島城古籍の図先祖は、戦国時代に、信濃国稲郡上島城を本拠として、武田氏に仕えていたが、上島行部は、織田信長の公衆征伐で、関東の佐竹氏を頼って下野国に落ち延びた。信長氏を諏訪氏に仕えて、諏訪藩家老主座となり、子孫は代々、南正氏の村に住んで、不審奉行を務めた。なお、上島城は、 上稲郡立の町上島と伊那市西春金上島にあったが、上島が描いた上島城戸籍の図は前者の地形に似ているという。下段は左から松、ただし元竹。上段は不明。ありがとうございます。